風に乗ってすごい刺激臭がする。鼻が効かない。これじゃ鬼の位置がわからない。これまで以上に慎重に進まないと。蜘蛛の巣だらけじゃねえか、邪魔くせえ。伊之助、何の用だ。ありがとう。伊之助も一緒に来ると言ってくれて心強かった。山の中から来たよじれたようなまがまがしい匂いに俺は少し体がすくんだんだ。ありがとう。応援に来ました。階級水の戸、かまど炭治郎です。水の戸、なんで柱じゃないんだ。水の戸なんて何人来ても同じだ。意味がない。さっさと状況説明しやがれ、弱みそが。カラスから指令が入って10人の隊員がここに来た。山に入ってしばらくしたら隊員同士で切り合いになって。誰か階級が上の人を連れてきて。そうじゃないとみんな殺してしまう。お願い。こいつらみんなバカだぜ。大使同士でやり合うのはご法度だって知らねえんだ。いや違う、動きがおかしい。何か背中側、甘い奇妙な匂い。糸、そうか、伊之助、糸だ。糸で操られている。俺も気づいてたね。操っている鬼がいるはずだ。どこだ。まただ。すごい刺激臭。伊之助、このままじゃキリがない。操っている鬼を見つけなければいけない。でもさっきから変な匂いが流れてきていて、俺の鼻がうまく機能しない。もし君が鬼の位置を正確に探る何らかの力を持っているなら協力してくれ。それから村田さんと俺で操られている人たちは何とかする。伊之助は僕たち家族の静かな暮らしを邪魔するな。浮いてる。いや、糸の上に立ってるんだ。お前らなんてすぐに母さんを殺すか。母さん、誰にも邪魔はさせない。僕たちは家族5人と幸せに暮らすんだ。僕たちの絆は行けるてめえ。勝負しろ、勝負。あの子はおそらく操り糸の鬼じゃないんだ。だからまず先に。わかったっつーの。居場所を探れってことだろ。うるせってことだろ。近くにはもっと強力に操られているものがいるはず。二人で行ってくれ。わかりました。感謝します。倒してやる。